どうもみなさんこんにちは、コージロゲームズことケージです。今日もファイナルファンタジー7エヴァクラ攻略やっていくということで、今回やるのはですね、ミッドガルフォールバトルタワーですね、セトラの封印と地下59回攻略実況をやっていきます。今回もですね、まあ、後のせ実況なので、前回ね、やった分を見直しながら解説していきたいと思います。それからですね、あの、詳しく解説してくれるチャンネルなんだったっけってなる前に、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバトル情報から見ていきましょう。 ステージ情報ですね。ここはですね、55回から続く、えー、バトル効果同じですね。味方のマテリアコマンドアビリティ回復量はマイナス50%。マテリアによる回復量は50%減るので、極力ね、武器コマンドアビリティの回復なんかが有効です。あと敵の HP はプラス120%アップ。敵の魔法攻撃力も30%プラスアップですね。はい。それではね、エネミー情報を見てみましょう。第1ウェーブは、マワイバロイルとバロイルジャックの2体ですね。 で今回、この59回は、土属性が有効になっているので、土属性の攻撃持っていきましょう。まあ、雷もね、一部有効ですが、まあ、最終的にはね、土属性だけあればいいと思うので、まあ、雷属性は、マテリア枠に余裕があればね、まあ、サンダラ系なんかを持っていったらいいんじゃないのかなと思います。第2ウェーブは、アクアランダが出てきます。 このアクアランダね、また水の舞っていうのをやってきて強力な魔法攻撃やっていきますので、魔法ダウンができるね、コマンドアベリティとかあればなんだかクリアできると思います。で、この59回はですね、このバロイル系が出てくるので、結構攻撃力が高い、しかも HP が高い、バトル効果でさらにプラス120%になっているので、結構持久戦、耐久戦が必要になってきますね。 なので、まあ、ガチャでね、あまりいい武器取れてないとか、まあ私のように無課金でやってると、なかなかその武器やキャラクターのステータスも上がりにくいと思うので、しっかりと防御力上げて、HP も高い位置に上げて、あとね、全体回復とか回復もしっかりとしてですね、高い HP を維持しながら、まあ、耐久しながら戦っていくっていう感じでしたね。まあでも、やってから思ったんだけど、この59回は割と楽だったかなっていう感じ。 はしましたね、第3ウェーブはブルーエレメンタルも出てくるので、ブルーエレメンタルを自爆させたら、ボスのバロイルクイーンにもダメージ与えてくれます。まあ、最終的にはですね、まあ、耐久性にはなるので、HP を高い水準に上げておく。こちらからの攻撃は物理攻撃の方が効きます。あと回復と、あとスローしてくるので、スロー対策のマテリア、ペインエスナなんかを持たせた方がいいですね。 あとこの59回はサインが必要ないので、マテリア枠がね、サインで埋める必要ないので、極力ステータスが上がりやすいマテリアとか、一応状態異常回復や HP 回復のマテリアも持たせておくと、瞬時の窮地からは脱することができるのかなと思います。ということで今回59回にチャレンジしたキャラクターの編成をご紹介します。 今回ね、えー、行った戦力はですね、18万2021と、まあ、マイナス5万ぐらいの総戦力ですね。エアリス、セフィロス、クラウドで行きました。セフィロスはまだレベル57の時でしたね。一応ね、HP は7800ぐらい高く設定しております。あと武器はですね、切り羽根とクジャのレートを持たせてますね。フレアスターで魔コを下げたりですね。自分の HP が50%以上あれば、 物理攻撃も下げることができるので、マコーダウンと、ブッコーダウンも両方いけますんで、このフレアスターでいっております。あと、ま、土属性でクエイラーを持たせてますね。まあ、ブロー系でもよかったんですけど、ステータスが魔法寄りなので、クエイラでいってますね。あと、第一ウェーブ用にサンダラも持たせてます。サブ武器は、ま、白武器持たせてますが、ステータス上がるようなものにしてますね。クラウドはですね、まあ、紫の陣雷山、雷が、 有効なののででこのムラサメいいっていますあとはクエラブローンも足せてで最後エアリスですがエアリスはもちろん回復役なのでいつものフェアリーテイルで A k r が全体回復。 あと、ナイトフラワーは一応防御力を下げるっていう感じですね。今回のバロイル系は魔法アップしてきます。なので、魔法は通りにくいから、まあ、ブロー系、物理攻撃でいった方がいいし、まあ、時間が経てば消えるバフもあるし、消せないバフもありますが、まあ、その辺はあまり気にしないで、こちらのですね、HP をしっかりと維持しながら、ほんと耐久戦、持久戦でいくっていう心構えでいけば倒せると思いますので、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。 ほんとね、57回、58回の方がめんどくさかったですね。59回は本当と、納金で戦えばいいんじゃないのかな、みたいな感じなので、よければ参考にしてください。それではね、えー、バトル見ながら解説していきたいと思います。それでは、行きましょう。バトルタワー、セトラの封印と59回、実況攻略、レディー、ゴー はい。それではね、実況解説していきます。まあね、バトル効果で HP120% と30%の魔法攻撃力アップ適してきますが、まあさっきも言いましたけど、本当持久戦ですね。第1ウェーブはバロイルジャックとママエバロイルになりますね。まあ、一応ここはですね、雷攻撃でいけばいけると思いますね。魔法アップのね、5段階アップっていうのがね、ママエがやってるんだけど、まあそこは無視して物理でいけばいい話なので、 まあ、あとは3アンブレラで物理防御ダウンをしたりですね。まあ、フレアスターで攻撃力を下げたりしてですね、いけばいいのかなと思います。まあ、ただ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 、こいつクソ硬いんで、結構ね、ダメージがあまり通らないんですよね。なので、こっちの HP がね、えー、減らされる方が早くなってくるので、回復はしっかりとした方がいいですね。 なので今回はちょっとね、セミオートなんかも使いながら、まあ操作をね、エアリスなんかに切り替えて、まあオートでやらせていると、AKR が全体回復を使ってくれない時があるんですよね。というのは全体の HP が一定下がらないと全体回復をしてこないので、結構ね、ほっといたら単発攻撃がドンと飛んできた時に落とされる可能性もあるので、まあ、その辺はちょっとね、ケアルラなんかも持たせて、 えー、手動でちょっと回復させるっていうやり方も必要かと思います。ただ、ケアルラの回復量はマイナス50%になっているので、まあえー、ケアルガを手動で、まあ、早い段階から使って、HP を高い水準で維持しておくっていうのは大事だと思いますね。まあ、召喚銃なんかもね、えー、使いながら、えー、HP を削っていかないと、まあ、まあ、無課金系の私とかだったら、あまりダメージが出せないので、召喚銃も頻繁に使っていきましょう。 また、召喚獣のゲージは溜まってくれるので、ここは出し惜しみなく行った方がいいですね。結構ね、このママエバロエルが粘るんですが、まあでも、HP の回復さえしっかりとしておけば、そこまで怖くは感じなかったかなってとこですね。マイナス5万の戦力でも、今までそれでずっとこのバトルタワーをやってきたので、まあ特に怖いと感じはしなかったですね。 あまりにも激しい全体攻撃を連発してくるようだと怖いんだけど、そうでもないのでいけましたね。さあ、そして第2ウェーブですね。第2ウェーブはアクアランダがね、えー、います。アクアランダが2体いるんで、一応ですね、水の舞をね、封印するように、まあ、魔法攻撃力をね、しっかりと下げておいた方がいいですね。2連発でね、全体攻撃が飛んでくるので、ここで HP がね、えー、しっかりと回復できてなかったら持っていかれる可能性はありますので、第1ウェーブの終わり頃から、 HP のね、水準をしっかりと高く維持して第2ウェーブに突っ込んだらいいのかなっていう感じですね。まあ、クランダね、えー、倒していってから最後にバロイルクイーンを倒せばいいのかなと思いますね。召喚獣使っていけばですね、バロイドクイーンはそこまで怖くないのかなっていうところですね。まあ、しっかりとですね、こちらのね、えー、防御力を上げて HP さえしっかりと維持しておけば、ここも第1ウェーブ同様。 まあ、持久戦、耐久戦になるので、そこまで怖くはないですね。さあ、バロイルクイーンがね、一体だけになると激怒して攻撃のね、頻度と攻撃力が増しますが、まあ、それはね、こっちは3対1なので、特に怖いことはないですね。しっかりと召喚銃やアビリティを使ってダメージを与えつつ、HP 回復でしっかりと維持しておくってことが必要ですね。はい。結構ね、全体攻撃で3000と、割と 結構攻撃力は高いので、それでもね、やはり魔法を下げたりですね、ぶっこを下げたりしてですね、相手のダメージを減らすようにしておきましょう。まあ、最後、第3ウェーブはブルーエレメンタルと、あとはまあバロイル2体ですね。ママエバロイル、真ん中がボスっていう感じですね。で、ブルーエレメンタルは爆発したらダメージね、敵に与えてくれるので、それは有効活用します。 まあこのね、まあ、バロイル系はですね、仲間を倒すとですね、まあ、激怒して攻撃力が増したりするんですが、まあ、極力ですね、真ん中のママエバロイルにもダメージ与えつつ、最後ブルーエレメンタルの爆発で、まあ、瀕死状態にまで持っていけたら、あとは押し切るだけなので、持久戦、耐久戦になるので、こちらのね、攻撃力だけを見るんじゃなくて、しっかりと HP を維持してですね、守り切って戦うっていうことが必要かなと思いますね。 どのみちですね、敵の HP はプラス120%になってもともと硬いので、時間がかかるのはしょうがないことなので、本当に持久戦をどうやって乗り切るかってとこですね。このママエバロイルは、まあ、スローはしてきますけど、まあ一人ね、スロー対策のマテリアでも持たせておけば間に合う程度だと思いますね。 あとは弱点属性の土属性で攻めていって、まあ、召喚貯まれば召喚銃でダメージを与える。あとはエアリスに回復をしっかりとさせるっていうことですね。なのでもう後半になってくると、もうエアリスにね、操作を切り替えて、手動でね、回復メインでいかないとちょっと追いつかないかなっていうところだったので、ここもセミオートにしながらエアリスを操作してですね、まあ、回復作業をさせてるってとこですね。ほっといたらですね、本当にね、 全体回復をやってくれないことがあるのでここは手動で強制的に回復させた方がいいですね。HP が半分以上ね回復していれば攻撃に転じたらいいと思うんだけど、まあ、HP がね半分を切ってくるようだと回復の方をちょっと多めにね、えー、しっかりと維持した方がいいですね。まあ、あとは召喚銃貯まれば召喚でダメージを乗せていくっていう感じです。 まあここはですね、まあ、三属性の召喚獣のダメージはしっかり乗るので、まあ、今回ラムーで言ってますが、まあ、イフリートでも良かったのかなっていう感じですね。というような感じでですね、59回もクリア完了いたしました。参考になりましたでしょうか。まあ、本当にですね、この59回は、まあ、上のね、57回、58回に比べて、ほんと単純な作業で終わったかなっていう感じですね。納金でいけば倒せるんじゃないのかなっていうようなレベルに感じました。 よければ参考にして攻略してみてください。はい。ということで、いかがでしたでしょうかまあ、サイもね、必要ないので、マテリア枠が自由に使えるっていうのが、この59回の強みなので、しっかりとその部分で、まあ、物防、魔防アップ、それから HP アップをしっかりとね、えー、セッティングしとけばいけると思います。ぜひ、攻略してみてください。それでは、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。KG でした。